この調査には世界中が注目してるんだ。成果を期待してる。パパ、距離がいたら絶対捕まえてきてよ。おいおい、簡単に言ってくれちゃ困るな。大地どうやって捕まえるんだ。決まってるじゃない。網ですくっちゃえばいいんだよ。網ですくっちゃうのか。光にかかっちゃ恐竜も金魚並みだな。じゃあ。それじゃあ、池永先生、行ってまいります。頼むよ。あなた。恐竜のこと忘れちゃ嫌だよ。元気だな。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。バイバイ。入りたまえ。今テレビのニュースで聞いたんですが、アメリカのシスラー博士はですね、この間の高潮は例の惑星の影響じゃないかっていう見解を発表したんだそうです。十分考えられることだね。はあ、シャークだな。もしそうだとしたらこの調査は無意味ってことになるじゃありませんか。江島君、学問の世界に無意味ということはありえないんだよ。たとえ今度の調査で火山島の周辺に海底地震の発生するような要因がないと分かっても、それはそれで一つの立派な成果と言えるんじゃないかな。はあ、そりゃそうですが、しかしですね。少し疲れたな。コーヒーでも入れようか。あ、辻谷先生、僕がやりますよ。いいから任せたまえ。他のことは不器用だが、コーヒーの入れ方だけはちょっとしたもんだよ。恐竜を生け捕りにしてこいか。とんだ大役を仰せつかったもんだ。はい。申告いたします。ただいまより西見参院課レンジャー部隊103分隊は伊吹先生の指揮に入ります。何でもお申し付けください。以上。石住さん、ここは戦場じゃない。指揮のどうのと言われても困ります。じゃあ一つざっくばらっと参りますか。Ah!
握手しろ。はい。ところで何から始めましょうか。何か命令を出していただくことには若い隊員はエネルギーを持て余してしまいます。そうですね。とりあえず飲料水と野営地の確保が先決問題です。了解。全員集合。はい。水木。はい。田村。はい。元を片付けろ。はい。大津さん。はい。大津さん。はい。頼む。先生。飲料水を探してこい。はい。ちょっと俺についてこい。はい。マッチです。これなんですけどね、先生。どう見ても生物の足跡じゃないでしょうか。その証拠にここだけじゃなくて、ほらあそこにも、ほらずっと一定の間隔を置いて奥の方へ続いてるんです。古いものじゃないでしょう。一体何の足跡でしょうね。地球上の生物でこんな途方もない怪物といえば。江島君、例の遭難した船員の話、あれはひょっとすると、いや、そうとしか考えられん。え？というとこの足跡は。確言できないが、おそらくはプロントザウルスの一種。しかしですね、数億年も前に絶滅してしまったはずの恐竜が生存しているなんて、そんなことあり得るでしょうか。何億年も前の化石の中から発見されたハスの種子が花を咲かせたという例もあることだ。大地に眠っていた恐竜の卵が溶岩の加熱で孵化したと考えても決して不自然ではない。信じられないな。とにかく明日にでもこの島を探索してみましょう。その上で実際そのような怪物がいるとなれば、改めて対抗手段を考えます。いずれにしろ隊員には非常態勢で警備につくよう命令してありますから、ご心配なくお休みください。ご心配なくって言われてもどうも。ねえ先生、なんなら一つ江島君にも保証に立っていただいても結構ですよ。え？じゃ、何です、さっきのは。武器を持っているところを見ると人間のようですが、しかしあれは確かに翼を持った鳥だ。どうもいけませんな。恐竜の足跡といい、得体の知れぬことが起こりすぎます。一旦島を脱出してから装備を固めて出直す必要がありますね。頭、頭一つ。は、本部に連絡だ。
奴らどうしたんでしょうね。加藤。はい。原口。は。西山。は。海岸の様子を見てこい。はい。ただし、林から一歩も出るな。何かあったようですね。工藤、山口、ここに残って先生を守ろう。はっ。あと俺についてこい。はい、はい。顔を見たまえ、密令に生き移した。しかし先生。